これは演奏中に赤ちゃんが泣いても大丈夫なコンサートとして JA 共済が協賛して開いたもので、1000人の親子が参加しました。コンサートではプロのオーケストラが人気のクラシックや童謡を披露すると、子どもたちは曲に合わせて手を動かしたり体でリズムを取ったりして演奏を楽しんでいる様子でした。子どもと一緒に親も楽しめるコンサートでした。子どももすごい楽しめて踊ったりもできたので、来てよかったなと思います。今日は県内の特産品などが当たる抽選会も行われ、来場した親子はゆったりとしたひとときを楽しんでいる様子でした。